はい、えー、今回はアフターエフェクツでこんな感じのハリエ調の文字アニメーションの作り方をご紹介していきます。今回のこちらの作例も前回同様先月発売となりました書籍プロが教えるアフターエフェクツモーショングラフィックス入門講座に入りきらなかった没ネタとなります。書籍の内容ではモーショングラフィックス入門講座ということもあって一つのテーマとして シンプルな要素を組み合わせてその動き色大きさなんかのタイミングをずらすことで華やかなアニメーションを作るという部分をご紹介しているのですが今回のこちらの作例もその延長線上に来るものとなります一つの文字に対して複数の円形のマスクでパーツ分けしたものをずらして動かしたものになっています この作り方は、例えばマスクの形を変えて千切りにしたものをずらして使うこともできますし、他にも動画素材や画像なんかで画面全体に使うとトランジションとして使うこともできますので、かなり色々なシチュエーションで応用して使うことができるものとなっています。では実際に作業を行っていきます。まず、コンポジションを作成します。新規コンポジション。テキスト。01として、正方形のコンポジションを作ります。2500×2500。2500 のコンンポジションを作成します色を入れておきます背景にここに文字を配置します針へ輪切りとしておきます大きさを調整こんな感じですね ちょっと大きいので調整しておきます。アンカーポイントをコントロールキーを押しながらドラッグして真ん中に配置。S、スケールで大きさを調整。これに対してまずエフェクトでハリエチョウを作っていきます。文字を選択して、エフェクト、シミュレーション、CC ピクセルポリを適用します。すると、もうこれだけで、 こんな感じの砕け散る表現となります。では設定を行っていきます。まずフォース。砕け散る動きをゼロにします。するとこう。飛び散らなくなる感じですね。そして今これ落下してしまっているので、重力ゼロにします。すると落下がなくなります。 こんな感じですね。これで、ハリエのパーツみたいな形となりました。この分割具合を調整していきます。まず今、回転が早すぎるので回転速度を落とします。このスピニングという項目で回転しているのですが、回転1回転から90度ぐらいにしておきます。すると、 こんな感じですね。回転速度が緩やかになりました。まあ、止めてしまってもいいのですが、動いてる方が絵的に面白いので、ゆっくり動かしておきます。次にこの三角形、ハリエですね、のパーツの大きさを調整していきます。グリッドスペーシング。ここの数値を落としていきます。 18としておきます。これぐらいの感じですね。これでベースができましたので、次にこのレイヤーを Ctrl D で複製します。そしてこの分割サイズをさらに小さくします。10。 18だけのバージョンがこれさらに13を重ねたものがこんな感じですねさらにたくさん貼り付けたような形となりますこんな感じですね もう一つぐらい複製しておきます。Ctrl D で複製。そしてさらにサイズを落としていきます。10。18だけ。13を重ねてさらに10も重ねると。これで厚みが出てきた感じとなります。 まあ少しエフェクトの処理が重いものとなります。こんな感じですね。そしてそれぞれにドロップシャドウも追加しておきます。エフェクト。 遠近、ドロップシャドウ。二つ目にもドロップシャドウ、三つ目にもドロップシャドウ。こんな感じですね。さらに立体感が出た形となります。 そして最初から分割した状態で使いたいので全てのレイヤーを選択して少し左にドラッグして前に詰めておきます。そして後ろを伸ばす。こんな感じですね。これでベースとなる文字のデザインが完成しました。次にアニメーション用のコンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジション、フル HD のコンポジションを作ります。h d t v 1 0 8 0 2 9 9 7で カット、01としておきます。ここに、テキストを配置します。S で大きさを調整。こんな感じですね。さらに背景用の平面も作成します。レイヤー、新規、平面、BG、01として、クライブル、紺色ですね。の背景を置きます。こんな感じですね。 テキストにエフェクトを追加します。エフェクト、スタイライズ、グロー。で、少し発光なんかを加えておきます。グローの強度は0.5ぐらいですね。これで少し光が当たって反射しているような雰囲気ですね。で、立体感が出ました。 次にこの文字レイヤーにアニメーションを設定していきます。まず 3D レイヤーのチェックをオンにします。そして P を押して4秒のところに決め位置を打っておきます。そして0秒の時に、例えば -1200。12 まあちょっとピクセルポリの読み込みが遅いですが、一回キャッシュするとスムーズに動くようになります。この感じですね。終わりのキーフレームには F9 でイーズをつけておきます。次に、R、回転ですね。回転は、 3秒のところに、決め位置を打っておきます。Z 回転。そして、Z 回転を、マイナス180。そして、終わりのキーフレームに F9 で Ease。こんな感じですね。そして、開始時は、T、不透明度0で、 1>, 1秒で100。U でキーフレームを表示させると、こんな感じですね。1秒で出現して、3秒で回転が終わって、4秒で固定の位置に行くと。まずこの動きをベースに設定しておきます。ではこれをマスクで輪切りにしていきます。テキストレイヤーを選択した状態で、 楕円形ツールをダブルクリックします。すると、元々のコンポジションが正方形なので、自動的に声援が描かれます。さらに、このマスク位置を Ctrl D で複製します。そして、マスク位置加算に対してマスク2交差に設定します。この状態で、マスクの拡張、マスクの大きさをマイナス方向にします。するとマスク2が、 小さくなることで、このマスク1との差分の部分が削れていくようになります。そしてマスク2を反転させると、今削れてる部分だけが表示されるようになります。この状態で輪切りを作っていきます。わかりやすいようにマスクの差分を、マスクの拡張をマイナス100としておきます。マスク1、0、マスク2、マイナス100、100ピクセルずつ、 サークルで削っていく形となります。これを、レイヤー自体を複製します。Ctrl D で複製。そして、マスクの大きさを小さくしていきます。元々のマスクの方をマイナス100として、削る部分をマイナス200とすると。これでさらに100ピクセルのサークルができました。こんな感じですね。これを繰り返して分割していきます。Ctrl D で複製。 マスク一がマイナス二百、マスク二がマイナス三百、コントロールキーで複製。マイナス三百、タブ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 マイナス四百、コントロールキーで複製。マイナス四百、タブ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 マイナス五百、複製。マイナス五百、タブ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 マイナス六百。 これで中心まで続けていきます。マイナス600、マイナス700、マイナス700、マイナス800、マイナス800、マイナス900、マイナス900、マイナス1000、 マイナス千。マイナス千百。もう一つぐらいですね。マイナス千百。マイナス千二百。これでいったかな。もう一つやっておきます。マイナス千二百。マイナス千三百。 これで全部いきましたね。これで、レイヤーが分かれた状態となっています。あとはこれのタイミングをずらしていきます。15フレームずつずらしていきます。 再生するとこんな感じですね輪切りで出現してアニメーションしながら所定の位置に集まっていくと いった形のアニメーションとなります。3つ重ねたピクセルポリがまあまあ処理として重いのでちょっと最初のプレビューだけ時間がかかる形となります。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで様々な形のマスクでパーツ分けしたものを出現やアニメーションのタイミングをずらすことで面白い表現を作ることができますので実際にいろいろ試しながら作ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。